デュポンはアメリカ海軍の駆逐艦、フォレストシャーマン級駆逐艦の一隻。艦名はサミュエル・デュポン少将にちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。デュポンは1955年5月11日にメイン州バスのバス鉄工所で寄港した。1956年9月8日に HB ・デュポンに命名されて浸水し、1957年7月1日に艦長、 WJ マドックス少佐の指揮下で収益した。1958年7月6日から31日まで、デュポンは士官候補生の訓練巡行及び対戦水艦船演習を大西洋で行い、途中ニューヨークを訪問した。9月2日には第6艦隊との任務のために地中海へ向かい、対空及び対戦水艦船演習に従事した。 1959年3月12日にノーホークへ帰還し、インランドシー作戦の準備に入った。この作戦で初めて海軍の任務部隊がセントローレンス海路を通り、五代後へ向かった。6月26日にイギリスのエリザベス2世が封建式に参加した際、デュポンはブリタニアの護衛を担当した。1959年8月から9月にかけて、 大西洋を横断し、ドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領の大西洋、横断飛行の航空警報を行った後、イギリスのサウサンプトンを訪問した。1960年1月28日にノーホークを出港し、2度目の第6艦隊配備で地中海へ向かう。8月31日に帰還してオーバーホールに入り、作業は1960年の年末まで行われた。 1972年、デュポンは、大西洋艦隊を代表して、マージョリース・ステレット戦艦基金賞を獲得した。1979年には、ニュージャージー州放防県のベスレヘムスチール産業ヤードで改装が行われた。1980年、艦長ハーランケーブルマン少佐の指揮下、第二駆逐戦隊に配属される。改装に続いてデュポンは、 母校のノーフォークへ向けて出港した後、キューバのグアンタナモ湾へ向かった。乗組員は2週間の回復訓練及び戦時状態のシミュレーションを行い、この功績で3個の戦闘効率賞を受賞した。1981年に、デューボンは中東へ向かい、スウェズ運河を通過して、航海からペルシャ湾へ入った。ニミッツ戦闘軍へ配属され、イランアメリカ大使館、 人質事件の解決後にはペルシャ湾の偵察を行った。イラン軍はアメリカから供与された P-3 オライオンでアメリカ軍艦艇の行動を追跡したため、艦は常に警戒態勢で行動した。1982年、デュポンはイスラエル軍のレバノン侵攻によって高まったイスラエルとパレスチナ解放機構の対立に交し、アメリカ軍を含む多国籍軍の支援に配備された。 ベールウト沖におよそ100日間遊浴していたデューポンは、いかなるアメリカ海軍艦艇よりも長い、アイダレバの沖に配備された。デューポンは1983年3月4日に退役し、1992年12月11日に、テキサス州ブラウンズビルのインターナショナルシップブレイキングに、スクラップとして売却された。ありがとうございます。